もう一回測れば実際に近い値が出るだろう。昨日分かったのはもう像とあと角材だけでやってこの中で入ってないの全然。はい、どうも、はい、もうちょい、あの一応段差で落とすところまで、はい、もうちょい、はい、はい、これ高い、ちょっとこっち、ちょっとで、あの、髪ごと、下の髪ごと引っ張る、はい、はい、よいしょ、滑らないよ、滑らないよ、いいだろ、じゃあ、こっちの端で、みんなこっちの端を持って、はい、ちょっと、お文字、皆さん、おはようございます。早朝よりお集まりいただきまして本当にありがとうございます、いよいよ今日の日が来たというふうに本当に思っておりましてですね、本当私なんかウキウキしているところでございます。あの立正大学の秋田先生、牧野先生をはじめですね、多くの人にあの力添えをいただきまして、まあ、案外私に言わせると短期間にできたかなというふうに思っております。これについてはですね、本当に地元の人たちの大きな協力が得られたということが私は大きな力でになったかというふうに思っております。はい、ゆっくり引っ張って、レギュラーで戦って、はい、ゆっくり引っ張って、どうだ、これ見て、はい、十分です、十分ですね、はい、じゃあ上気をつけてね、ゆっくり引っ張ってください、後ろ側から戻った、下を回っちゃった、高さを持ちます、後ろ、前前後ろ、後ろ持ってね、後ろの方が重いから、分かるよ、佐藤君、後ろ持ってね、後ろ重いから、でそのまま、はい、そのまま少し下げ気味に、はい、前下げてください、はい、はい、ビニール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 、引っ張って、ビニール、引っ張って、はい、そのままじゃあ行きますよ、台の方、ビニール移動、前に移動、ビニール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 持ち上げて、はい、小屋来てください、小屋、小屋、小屋。小澤さん、お願いします。一回下ろします。下ろします。はい、下ろしてください。はい、小屋持ってきて。ちょっといいですか。はい、ビニール前に移動してください。ビニール、ビニール、小屋に引っ掛けるつもりで、小屋に引っ掛けるつもりで。雨かからないようにね。それで小屋、そのままぐっと持ち上げて。持ち上げて。左右気をつけて、腕当てないように。腕当てないように。はい。それで外側の角に落として、ゆっくり、ゆっくり、はい、そうです、はい、そうです、はい、それで固定、はい、ビニールいいですよ、はい、ビニールいいですよ、パッカーちょっとこの、すいません、奥屋さん、はい、すごいね、あ、ね、後ろの方が重いから、後ろの方が重いからね、はい、それでそのままゆっくり水平にしてください、はい、ゆっくり、はい、はい、はい、水平に、はい、ゆっくり、ゆっくり、はい、じゃあその位置で下ろします、ゆっくり、はい、下ろします、ね、固まれないようにね、はい、ゆっくり、はい、それで下ろしてください、はい、いいですか、今、位置を呼びました、はい、位置はどうですか、位置はちょっとね、秋田さんもね、あの、はい、こっちを下がりましょう、こっちを下げます、はい、はい、そんなもんですね、はい、じゃあそれで固定をしっかりしてください、お願いします、じゃあ、紐もつけましょう、はい、紐を前に付けどっかで整えますね、最後でね、最後であのぐるぐる巻きにして、着替えてる、今のは練習、はい、
い、じゃあ皆さん少しずつこちら行きます。はい、みんなゆっくりと移動してこちら。誰か交代してしてみますか。大使あれよ、アンチサンバってことは分かるからいいや。ね、はい、階段がありますよ、開けますよ。はい、この中入っちゃって。はい、はい、この辺入って、はい、これこっちこっちこっち、この辺入って。おー、何もないな。おー、何もないな。おー、前がね、ちょっと上がるから後ろちょっと持ってあげてみ。はい、はい、そのまま。あの階段あるからカーブしてね。人が逃げた方がいいじゃないですか。うん、大丈夫。はい、大丈夫ですよ。そのままで。ちょっと入って、ずっと入って。あ、上大丈夫、上。大丈夫ですよ。向かいください。この辺までかな、棒が立ったら。下行った方がいいよ。
い、それで下ろします。はい、よく下ろして。はい、大丈夫です。はい。そしてそのままこっちに来て、ずっと下げないとダメ。ここがで、ずっと一回ずっと下げて、下げます。なるほど。サビ抜いて。